どうも、皆さん、こんにちは。チャックパスです。本日はですね、こちらのね、アメックスのゴールドプリファードを昨日ね、発表されましたよね。非常にね、びっくりしたわけなんですけども、アメックスのゴールドカードはですね、えー、もう昨日からね、この旧のゴールドカードを発行できなくなって、新しいね、アメックスゴールドプリファードにね、切り替わったっていうふうに、 なるんですよね。で、設定解説動画ね、こちらに関しては昨日出させていただいておりますので、まだ見てない方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、特典がですね、結構ね、年間200万円決済していただくと、フリーステイギフトがね、もらえたりですね、またね、一応、マイルもね、交換することができるアメックスリワードポイントっていう風になりますんで、結構ね、質問が来ているんですけども、このアメックスのゴールドプリファードと、 このね、マリオットアメックスプレミアムカードと、またね、私はヒルトンアメックスプレミアムカードですけれども、ヒルトンの、ね、アメックス。まあこれとね、どれがいいですかっていうね、質問が結構来ておりますので、今回の動画では、このね、3枚のクレジットカード、プラスね、ヒルトンアメックス一般カードを入れて、4枚ですね、徹底解説ね、やっていきたいなと思います。 はい。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、えー、今回ね、マリオットボンボイプレミアムカードとヒルトアメックスプレミアムカード。またね、ヒルトアメックス一般カードと、今回出たね、アメックスゴールドプリファードカードっていう風になります。私の方で、ね、ちょっと、えー、簡単にね、まとめさせていただいたわけなんですけども、まあ、件名はね、こういった形になっておりまして、まずね、年会費ですね。年会費は、マリオットアメックスプレミアムカード49,500円、ヒルトアメックスプレミアムカード66,000円、ヒルトアメックス一般カード カーーードドド円円アメックスゴールドプリファードがとということでまあね、コスパをね、一番安くね、利用して、まあ、ホテル優待をね、楽しみたいっていう方は、もう、この時点でね、ヒルとアメックス一般カードが一番おすすめです。で、またね、えー、ね家族カードも1枚無料で利用することができるっていうふうになりますんで、本当にね、このヒルとアメックス一般カードに関しては、コスパ最強カードっていうふうに私は言わせていただいてるんですけれども、 非常におすすめです。で、家族カードですね。こちらに関してはえ、どのカードもね、1枚はね、無料になっておりまして、ゴールドプリファードは2枚目まで無料。ヒルトアメックスプレミアムカードに関しては3枚まで無料っていうふうになりますんでえ、ご家族みんなね、この家族カードを持たして、え決済額を集めるなんていうこともできるっていうふうになります。まあ、それ以外のカードもね、1枚は無料っていうふうになっておりますんで、まあ、ご夫婦でね、決済集めて、この決済額ね、達成していただくっていうことができます。で還元率 なんですけども、まあ、こちらはねあの貯まるポイントがねそれぞれ違うっていうふうになりましてマリオットはマリオットポイントですしヒルトンはヒルトンポイントですしゴールドプリファードはアメックスのリワードポイントが貯まるわけなんですけどもマリオットは100円で3ポイント、えー、ヒルトンアメックスプレミアムも100円で3ポイントヒルトンアメックス一般カードは100円で2ポイントアメックスゴールドプリファードは 100円で1ポイントっていう風になります。で、マリオットとヒルトンに関してはえ、ホテルで利用していただく、マリオットだったらマリオットホテルで利用していただくと、えポイント還元率がね、上がるっていうね、優待が期待しております。で、貯まるポイント先ほど言った通りね、それぞれのポイントが貯まるっていう風になりまして、 有効期限も基本的にすべてね、無期限っていう風になります。で、このアメックスのゴールドプリーファードはね、非常に大きい特典がありまして、アメックスのメンバーシップリワードプラス、本来3300円ぐらいね、するわけなんですけども、本来ね、このアメックスのクレジットカードっていうのは、プラチナカード以外でこのリワードプラス、メンバーシップリワードプラスの費用っていうのはね、別途払わなきゃいけないんですけども、このアメックスのゴールドプリーファードはね、 無料なんですよね。これね、非常に大きい特典となっております。無駄にね、3300円。これね、加入しないと、あの、ポイント移行レートがね、悪くなるっていうふうになりまして、 これがね、あのポイントの移行レートなんですけども、アメックスのね、リワードポイントの。これも専門の動画出しておりますんで、気になる方はそちら見ていただければなと思うんですけども、メンバーシップリワードプラスね、加入しないと基本的に半分、もしくは半分以下とかになってしまいますので、まあ、それがね、加入していただくと、ANA マイルだったらね、1000ポイントが1000マイル。 こちらね、年間4万マイルまでっていうね、制限はあるわけなんですけども、1ポイント1マイルでね、交換することができますので、非常に強いですよね。まあ、それ以外のマイレージだと、80%、1250ポイントが1000マイルとかになるわけなんですけども、まあ、これもね、加入しないとね、半分になってしまいますので、基本的にこのアメックスのね、リワードポイントが貯まるクレジットカードに関しては、このメンバーシップリワードプラスっていうのはね、 あの、加入がね、必須になってくるっていうふうになります。もちろんね、お金を払いたくないっていう方は、加入しなくてもいいんですけども、レートはね、かなり悪くなるっていうふうになります。で、ポイントの価値ですね。こちらはマリオットポイント、ヒルトンポイントね、それぞれありますけども、このアメックスのゴールドプリファードはね、正直ね、あの、この空欄にさせていただいたんですけども、まあ、1ポイントの価値、普通にね、1ポイント1円でね、 あの、カードのね、代金とかにも当てることができるっていう風になりますし、1ポイント1 n m ルにもね、交換することができるっていう風になりますし、実はっていうわけではないですけども、ヒルトンポイントとかね、マリオットポイントとかも、ま、そんなにレートがめちゃくちゃいいわけではないですけども、交換することができるっていう風に、 なるんですよね。で、またね、ANA マイルね、移行コース、こちらね、交換する際にこれ、貼らなきゃいけないんですけども、5500円。これにね、あの、1ポイント1円でね、当てることもできたりいたしますので、利用先によってね、ちょっと変わりますんで、これはね、空欄にさせていただきました。では次にね、マイル類ルの交換レートですね。ヒルトに関しては、マイル,ルの交換レート非常に悪いっていう風になりますんで、ヒルトアメックスのポイントをマイル,ルに交換するっていうのは、 おすすめすることができません。で、マリオットの場合は基本3ポイント1マイルに交換することができるんですけれども、6万ポイントを一気に交換していただければ、2万5 0マイルに交換することが基本的にはできます。この基本的にっていうのは対象外がいくつかありまして、ハビアンカ、デルタ、アメリカン、大韓こちらは6万ポイントが2万マイル。 でまたねユナイテッド航空のマイルは6万ポイントが3万マイルでね交換することができます。でアメックスのねリワードポイントに関しては ANA はね先ほど言った通り1000ポイント1000マイルで交換することができるんですけども JAL はね2500ポイント1000マイルこちらはね JAL に関しては冷凍がねあんまりよくありませんので JAL マイルに交換するっていうのは本当に最終手段ですかね。というのもこのアメックスのねリワードポイントっていうのは一度交換したことであるマイレージ サービスに関してはめちゃくちゃ交換早いんですよね。本当に当日とかね、朝交換して夜あのマイル着弾してるっていうぐらいね、あの交換が早いっていう風になっておりますので。 急いでね、交換されたいっていう方は、初めてじゃなければね、結構早く交換することができますんで、これがね、結構おすすめポイントです。やはりマイルって、扱使いたいと思った時にマイルが足りないってなった時は、どっかから交換してこなきゃいけないんですけども、アメックスのリワードポイントはね、本当に交換も爆速なんでね、これがね、結構おすすめポイントです。で、その他はね、1250ポイント、1000マイルということで、このその他っていうのはね、えー、こちらになりまして、ANA、えーね、ジ a r とかね、いろいろありますけれども、まあ今ね、こうおすすめできるっていうのは ANA、最終的に JAL、あとはおすすめできるのはスケーシンガポール航空、あとはえバージンアトランティック航空ですかね。こちらハワイのね、特典航空券が、まあ今ちょっとね、必要マイル数3万5000ぐらいに上がったと思うんですけども、あの日本では取れない繁忙期とかもね、あの数人の人数でもね、あの取れるっていうふうになりますんで、 ここぐらいですかね昔はブリティッシュエアウェイズとかね非常に良かったんですけどもちょっと今はもうねあのお勧めすることができないぐらい必要枚数上がってしまいましたのでこういったところですかねまあここのマイレージにまあ、1250ポイント1000マイル80%で交換することができるっていうふうになります逆にねマリオットアメックスとかはですね本当にね交換先は充実しておりまして まあそれがね、ちょっとあの文字になってて申し訳ないわけなんですけども、まあこういった感じでね、アメリカン航空も行けますし、ANA も行けますし、ブリティッシュアウェイズも行けますし、デルタ、日本航空とかね、本当に40社ぐらいのね、あの交換先でポイントをマイル交換することができるっていうふうになりますんで、やはりね、未だにマイル最強カードと言われるゆえは、 ここにあるっていう感じですよ、ね、でマイレーの最大還元率ということでこちらね先ほど言った通り6万ポイントが2万5,000マイルに交換することが基本的にできますのでそういったマイレージサービスは1.25%ユナイテッド航空の場合は1.5%還元6万ポイントで2万マイルになるデルタ大韓アビアンカアメリカに関しては1%還元というふうになります。でフィルとアメックスに関しては先ほど言った通りね あの、交換率がよくありませんので、還元率はかなり低いです。で、アメックスのゴールドプリファードに関しては80、80%から、まあ、ANA だったらね、100%で交換することができますので、180%、0.8%から1%還元っていう風になります。まあ一応ね、このアメックスのゴールドプリファードのいいところは、 まあ、JAL はちょっとねあのレートが悪いんであれですけども ANA に交換することもできますしヒルトンのポイントにも交換することができますしマリオットのポイントにも交換することができるっていうふうになりますんで一応ねオールマイティに交換することができるっていうポイントは結構いいですよね。 で、ホテルステータスということで、マリオットの方はゴールド、ヒルドもゴールド、アメックスのゴールドプリファードはプリンスホテルのゴールドということで、朝食に関してはマリオットゴールドはつきません。ヒルとアメックスのゴールドは朝食がつきます。で、プリンスホテルのゴールドも朝食はつかないっていう感じですね。アップグレードに関しては、アップグレードありあ、りあり、あり。 なしっていう感じですかね。で、次にカードの更新特典ですね。え、更新していただくと宿泊実績は15泊分。まあ、こちらね、宿泊実績でステータス狙う方はね、あの、必要になってくるものなので、そうじゃない方は基本的にいい特典ではないって言ったらあれかもしれないですけども、え使い道がね、あんまりないですかね。フィルターメックスプレミアムカードの場合は、え、年会費6万6000しますけども、カードを更新するだけで、 ウィーケンドの無料宿泊特典、金、近土、日の宿泊で使える無料宿泊がえ利用することができます。で、ヒルとアメックス一般カードはなしでえ、ゴールドプリファードに関しては、トラベルオンラインクレジットということで、アメックスのトラベルオンラインで1万円のホテルクレジットが利用することができます。で、こちらのね、トラベルオンラインクレジットね、1万円もらえるんですけども、これね、よく考えたら、 利用制限があるかもしれないですよね1万円のねクレジットもらえるんですけども1万円から使えるのか2万円から使えるのかもしくは1万円以下でも使えるのかこれがちょっと分かんないですよねですのでもしかしたらね2万円以上だったら使えますみたいな結構クソなパターンになっていくのかもしれないですねこれはちょっとね私があの実際にねあのカードが届いたらね 確認したい部分であるんですけども、一応こういったね、特典があります。で、決済額と更新特典ということで、えマリオット・ボンボイプレミアムカードは年間150万円決済していただくと、無料宿泊一括5万ポイントはもらえますね。で、ヒルト・アメックスプレミアムカードに関しては、年間200万円決済していただくと、ヒルトン・ダイヤモンドステータス、最上級のステータスがね、獲得することができます。で ヒルトアメックス一般カードは年間150万円決済していくと、ウィークンの無料宿泊特典がね、もらえるっていうふうになりまして、アメックスゴールドプリファードの場合は年間200万円決済していくと、フリーステイギフトがね、もらえるっていうふうになります。で、この無料宿泊に関してはですね、マリオットの場合は一括5万ポイントまでしか利用することができない。まあ自分でね、あの足して6万5000ポイントまでは利用することができるんですけども、今ね、マリオットボンボーホテルっていうのはどんどんね、必要ポイント多額 なっているっていうふうになりますので5万ポイントっていうのはねちょっとねもうちょっと上げてほしいなっていうところですね6万5000まで使えますけれども、まあ、自分で1万5000年、ね、あの足してしまうとね年会費49,500円してますので ちょっとねそれはもったいないのでこの無料宿泊5万ポイントっていうのはちょっと使いづらいかもしれないですね。で逆にねヒルトンのこのウィークエンド無料宿泊特典っていうのは特にね対象外ホテルっていうのが一覧で出ておりましてそれ以外のホテルだったら空室さえ空いていればねどこでも利用することできますんでこれはね非常におすすめポイントです。先日ねあのハワイのね LXR トランプホテルがね LXR になりますよっていうことで話させていただいたと思うんですけどもあそこもねこのウィークエンド無料宿 でで宿泊するることができるっていうふうになりますんで、一泊10万ちょっとぐらい吸いますんでね、そこで利用していただくのね、非常にいいですね。 で、次にですね、アメックスのゴールドプリファードの年間200万円決済のフリーステイギフト一泊ということで、このね、フリーステイギフトに関しては、もうね、あの、公式サイトがね、用意されておりまして、こちらがゴールドプリファードカードの、えー、フリーステイギフトの対象ホテルがね、えー、見ることができます。こちらね、当初私はね、あの、アメックスのプラチナとかにもね、このフリーステイギフトってありますんで、同じ対象ホテルかと思ってたらですね、これ実はね、内容違うっていう風になるんで ですのでアメックスのゴールドプリファードをね利用されたいっていう方はこちらで是非チェックしていただければなと思いますアメックスプラチナとかにね対象になってるホテルがこのゴールドプリファードだとね対象になってなかったりいたしますのでまあこちらねざさっと見たんですけども ゴールドプリファードの方にもですね、結構ね、現金決済では高いね、ディズニーランドの前のね、グランド東京ベイであったり、またね、えー、沖縄の、えー、セラガキのね、ハイアットの沖縄とかもね、対象になったり、ハイアットリージェンシーの京都とかね、利用することができますので、まあ、このフレイステイギフトもですね、そんなにね、悪くはないっていう風になります。なりますけれども、ステータスを持っていない場合はですね、まあ、持ってたらね、ステータス利用することできるんですけども、えー、残念ながらですね、 このクレジットカードではステータス時代はね、獲得することができないっていう風になりますんで、この点がね、注意が必要かなっていうところと、これね、ヒルトンないですよね。はい。だから、ハイアットとニューオータニロイヤルパークっていうところですよね。最初見た時にヒルトンあんのかなと思ったら、マリオットとハイアットとかね、あるんですけども、 え、ヒルトンね、対象のホテルね、入ってなさそうですので、ヒルトンは入ってないんですよね。プラチナのね、あの、フリーステイギフトにはね、ヒルトンたくさん入ってるんですけども、まあ、こういった違いがね、ございますので、この点はね、注意してください。で、次ですね、え、決済と更新特典二つ目ということで、マリオットに関しては年間400万円決済してやると、マリオットのプラチナステータスになれて、プラチナになると、え、朝食。 ラウンジがね、利用することができます。で、またね、ヒルとアメックスプレミアムカードに関しては、年間300万決済してやると、ウィークエンド無料宿泊特典がもう1枚もらえるっていう風になりますので、 このプレミアムカード6万6000しますけども、カード更新して300万円切るとダイヤも取れて無料宿泊券がもう1枚もらえるっていう風になりますんで、毎回300切れる方はね、めちゃくちゃいいですよね。で、この2つのカードにはまあこれ以上ね、特点はないっていう風になりまして、空港ラウンジですね。空港ラウンジはどのクレジットカードも同伴1名まで無料数で利用することができて、 プライオリティパスですねここがねちょっと大きな違いになっておりましてマリオット・ヒルトンに関してはプライオリティパスねえ付帯して おりません。で、ゴールドプリファードに関しては、まあ年間2回までっていう風になりますし、またね、レストラン特典は、アメックスの発行のプライティパスで利用することできませんので、そういうもの程度にはなると思うんですけれども、一応ね、空港のラウンジ、プライティパスの対象ラウンジはね、年間2回まで利用することができるっていう風になります。まあこれはね、ついてるのとついてないのだとね、結構大きな違いになりますんでね、これはいいですよね。 で、旅行保険に関しては全てね、利用付帯で付、えー、いているっていうふうになりまして、えー、キャンセルプロテクション、ショッピング、オンライン、リターン、スマートフォンっていうね、アメックスでプロテクションが結構あるんですけども、やはりね、今回の、えー、ゴールドプリファードは全部対象になっておりまして、一般カードはね、やはり年会費が安い分あって、ここら辺をね、 対象になっておりませんで、手荷物高いサービスなんですけども、こちらはね、マリオット、ヒルトン、一般カード、プレミアムカードね、帰国時のみついていて、一般カードの方は羽田が利用することができないんですけども、ゴールドプリパードはアメックスのプロパカードっていう風になりますんで、 往復ね、一回ずつ、あの、一個無料になりますんで、行きも一個無料で送れますし、帰りも一個ね、無料で送れるっていう風になりますんで、まあ私はね、あの、行きっていうのはですね、まあこういう仕事をしている、あの、関係もあるので、機材が結構たくさんあるんでね。 しかも、それをね、直前まで使ってる関係もあるので、なかなかね、一を利用するっていうことはね、ないんですけれども、まあ、往復ね、あの、送ることがね、一個できるっていうふうになりますんで、二次託はね、早い方はこちらね、非常にいいですよね。空港に行くのにね、荷物持ってかなくて済みますんでね、これはいいですよね。で、国際ブランドは全部ね、アメリカエクキスプレスが、え、ー 国際ブランドになって発行元もアメリカンエクスプレスっていう風になります。でその他ということでマリオットボームプレミアムカードはねリッツカールトンとかセントレジスとかに2泊するとね。 100, 100ドルの、ね、ホテルクレジットがもらえたりね、する優待があるんですけども、まあ、まあ、これはね、言わなくてもわかると思うんですけども、リッツ・カールトンとかセントリースで200するとめちゃくちゃお金かかると思うんで、まあ、そういったね、あの、贅沢旅行をする際には、こちらね、いいのかなっていう特典ですよね。で、ヒルとアメックスプレミアムカードに関しては、HPCJ 初年度無料で利用することができて、ヒルとアメックス一般カードは、HPCJ が実質無料で 利用することができます。この HPCJ っていうのはヒルトンプレミアムクラブジャパンっていうね、あの、有料の会員プログラムなんですけども、まあこれを通してね、ヒルトンの国内ホテルに、ね、予約すると、まあ普通の価格よりね、まあ安く利用することができるっていうふうに。 なります。で、その他の特典ということで、ゴールドプリファードはですね、ここら辺の特典がね、結構多くてですね、ゴールドダイニングバイ招待日和であったり、ポケットコンシェージュ20%オフ。また、トランジストジェネラルオフィス15%。これもレストランですね。で、あと、ホテルコレクション。こちらは、経由してね、予約していただくとアップグレードがいただけたり、ホテルクレジットがつくっていう優待ですね。こちらはまあ、普通に、 結構お高いと思いますんでね、比較は必要っていう特典ですけども、利用することができて、あとホテルダイニングが20%オフで利用することができたり、スタバね、オンライン入金20%還元、最大5000円までね、年間利用することができるっていうふうになります。まあ、こういった感じでですね、特典がね、分かれているっていうふうになりますので、どこを見てね、あの、 メインカードを決めていくかっていう部分はあるんですけども、マイルをね、ガンガン貯めていきたいっていう方は、やっぱりマリオットボンボイプレミアムカードになるかななんていうふうに思いますし、ヒルトンホテルでね、非日常体験みたいなのを利用したいっていう方は、ヒルトアメックスクレジットカードでね、利用していただくのがね、いいのかなっていうところですね。まあ、このアメックスのゴールドプリファードもね、決して悪いわけではないんですけども、やはりね、特価がのたるクレジットカードにはね、やっぱり勝てないっていう部分は、まあ、あるかなっていうところですよね。まあ、普通に考えてね、特価が また、ロクレジットカードなんでね、やはり特典はこっちの方がねえ、分厚くなってるっていう風になりますんで、もしね、このアメックスゴールプリファードね、あの発行検討されている方は、ぜひね、参考にしていただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、アメックスのゴールドプリファードと、マリオットアメックスプレミアムカード、ヒルトアメックスプレミアムカードと一般カードね、比較させていただいたわけなんですけども、皆さんどうですかねもしね、あの、ご意見ございましたらですね、これがここがいいみたいなね、ぜひコメントいただければなと思います。 このアメックスのゴールドプリファードに関しては、昨日からね、発行開始になりまして、公式サイトでね、発行していただくとえ、最大12万ポイントのね、獲得キャンペーン、こちらね、あの、昨日お見せさせていただいたらあると思うんですけども、こちらね、 これから発行される方は、ぜひね、あの、誰かにね、紹介してもらって、発行していただくとですね、最大ね、13万ポイントだったかなあの、1万ポイントね、上がるっていうふうになりますんで、ぜひこちらもね、参考にしていただければなと思います。アメックスの紹介プログラムに関しては、私の動画ね、以前出しておりますんで、ちょっとね、規約変更になってますんで、えー、こ、あの、誰かからね、紹介していただく場合は、こちらね、確実にチェックしてからね、利用ね、していただければなと、 思います。はい。ということで、このね、アメックスのゴールドプリファードね、昨日からね、発行開始になりまして、まあ私もね、あの、切り替えさせていただいて、無事審査通ったわけなんですけども、 皆さんにちょっとね、お聞きしたいんですけども、ゴールドカードね、保有されている方は、切り替えるか切り替えないか、ちょっとね、あの、コメントで、ね、教えていただければなと思います。私はね、やっぱりこういったね、あの、動画を撮っている部分もございますので、まあ、見たい方もね、いらっしゃると思いますんで、まあ、すぐね、発行させていただいたわけなんですけども、切り替えますかね。まあ、得点的にはね、そんなに悪くないと思うんですけども、やはり昨日ね、あの、話した通りですね、このアメックスのね、ゴールドプリファードに関しては、なぜかね、 あのアマゾンとかのね100円で3ポイントっていうボーナスポイントプログラムが年間50万円っていうね制限がございますのでここだけちょっとね残念ポイントであるわけなんですけども。 ちょっと年会費も上がりますんでね、ぜひね、こちら、えー、教えていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、またマイルクレカ診断も、えー、始めましたんで、こちらね、無料で利用することできますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 バイバイ